よし、バルコンです。今回は不良タイマシレイナがついに完結したということで、そちらの紹介&レビューをやっていきたいと思います。サムネを見てホラー漫画かと思った方、安心してください。ホラーギャグ漫画なんですけど、見事に名作だったんで、ぜひ最後まで見てってください。こんな感じで5、6巻が同時発売で完結したわけですけど、まずストーリーは、不良でありタイマシであるレイナが、舞台となる学校に転校してくるんですね。で、レイナは何の説明もなしにいきなりクラスメイトに悪口を言ったり、人の机に学校来んなとか、そういう悪口を書いたりするんで、まあ、誰も寄りつかないんですよ。でも実はそれは幽霊を払ってあげるためにやってて、その直接言ってた暴言は、そのクラスメイトの後ろにいた幽霊に向かって言ってたり、で、その机の落書きというか悪口は、これ魔法人らしいです。いや、これ魔法人ってどういうこと？もうぐるぐるもびっくりですよ。レイナは周りの人の気持ちとか関係なしに自分の思いのまま生きるっていうのをモットーにしてるんで、説明とかも基本しないし、その周りからどう思われようが気にしないし、関西弁ですげえ男らしい性格なんですけど、いや、このメンタルの強さはちょっと見習いたいですね。でもそのレイナに助けられた数人は、そのレイナが本当は助けてくれてるっていうのを知って仲良くなるんですね。まあそれが担任の先生も含めてメインキャラクターになるんですけど、渡辺先生、小太郎くん、心ちゃんと、後輩の陸ちゃん。みんなでもっといろんな人を助けるために、部活動を作って、で、依頼を受けて、霊絡みの事件を解決したり、いろんな幽霊の騒動に巻き込まれたりしていって、やっぱりだんだん絆が深まっていくんですよね。で、この漫画ギャグだけど、お化けの絵はガチホラーの絵で、そういう意味では、見える子ちゃんと同じ系統かなと思います。出てくるお化けがみんな人間味があって、見える子ちゃんよりもこっちの方がギャグ要素が強いし、僕はこっちの方が好きでした。ディスマンっているじゃないですか、有名な。ディスマンが出てくるんですけど、ディスマンが普通に軽い感じで喋ってる漫画初めて見た。もう眉毛の濃い普通のおっちゃんやん。で、パラレルワールドに行ったり、性別がみんな逆転したり、いろんな飽きない展開になってるし、あと結構パロディネタがあったりして、ちなみにこれ校長先生です。なんか見たことある気がするな。画力も高いんで、お化けを倒すシーンとか、バトル漫画かっていうくらいすごい迫力あるんですよ。クソかっこいい。こう殴るんですよね。お化けたちは普通にレイナがこう触ってくるから、ガチで怖い絵のお化けたちが、え？みたいになってるのが、ちょっと可愛かったですね。あと、ちょっと怖いかもっていうホラーな話になっても、必ずそこにギャグをぶっ込んでくる。その唐突さが面白かったですね。で、ちょっと前に出たこの5、6巻では、それぞれのメインキャラクターのやり直したい過去が明らかになっていって、レイナの過去にあった辛い出来事とかも分かったんですよ。そこは友情とか家族とかについて、なんか改めて見つめ直すきっかけになるというか、考えさせられる話で、普通に感動しました。最後、みんなの心が本当に一つになるシーンがあって、その描写もすごい良かったです。で、ラストはリクちゃん以外卒業で、ちょっとみんなバラバラになってお別れとかもあったんですけど、これまでのアホギャグ漫画のノリとは大違いで、すごいいい大演壇でしたね。作者の後書きを読むと、残念ながらこの作品打ち切りになったっぽくて、ちょっと書けなかった部分もあったみたいなんですけど、伏線も回収したし、僕はこれ大満足です。ちなみにレイナって男っぽくて、まあ、ボケ担当のキャラなんで、あんまりこういうキャラってなんかお色気担当みたいなのにはならないじゃないですか。でも、スタイル抜群でした。ちょっとこの表紙、緑のところがあるんで、グリーンバックと一緒に消えるかもしれないですけど。はい、ということで、意外にも名作なんで、この作品ぜひ読んでみてください。試し読みできるページとかあったら、下にリンク貼っとこうと思います。そんな感じで、この漫画が面白そうと思ったら、グッドボタン、そしてコメント、あとポチッとチャンネル登録して漫画紹介部に入部もよろしくお願いします。ということです。さよなら。